皆さんこんにちは。では続きからやっていきましょう。これ全然やってなかったけど、多分もうクリアしてる人とかいるんだろうな。あ、で、コントローラーはモンスターボールのやつに変えてきましたね。なんか使い方がいまいちわかんねえ。なるほど。あ、普通にボタンがなんかあんまないけど、それでもいける感じなのか。手持ちポケモン。これなんかさ、一応なんか、性格とかがあるらしいんですけど、厳選とかは基本しないように、わんぱく？ わんぱくって大丈夫か？まあいいや。厳選はなしでいきましょう。これ、どうせ旅パなんで、旅パみたいなもんなんで、厳選系はなしでいきたいと思います。謎の草とかいるんだ。捕まえようぜ。コラットはいらんな。では、謎の草さん、対戦よろしくお願いします。構える。これ、ポケモンと戦うってどうやってやるの？構える。構えるって何これ？これバトルしないの？わかんねえ。わ かんねえけど、バトルはないのかもしんないですね。はい。謎の草。やったぜ。ゲットしたった。ほう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 。これこういうふうに見えるんですね。手持ちに加えました。クラッタも一つ構えとくか。ピカ、ピカチュウかと思った。ピカチュウは自分のピカチュウでしたね。対戦よろしくお願いします。クラッタが飛び出してきた。わかんないけど、なんかなさそうだから、とりあえず投げとこう。グレート、はい。でもこんなん言ったらさ、ボールひたすら投げるゲームじゃん。ポケットモンスター GO みたいに、ポケモン GO みたいに、ボールくるくる回転させた方がいいとかあるんですかね。電光石火覚えた。あ、それ技構成見てなかったな。でもジムリーダーがさ、タキシだから謎の草育てた方がいい説ないか。わかんねえけど、どうなんだろうな。ピラちゃんはこちらを見つめて、名前を呼んでみますか。はい。なるほど。元気に返事をした。なるほどな。よくわかんねえけど、これ手持ちポケモン、これなんだ。コラッタ。暴れることが好き。素直。ゴミみたいな性格してますね。素直。待って、素直だらけじゃねえか。 いや、まあいいけどさ。この上のやつ選ぶと何これ。わかんねえ。大事、レポート書いとこう。こまめにレポート書くのが大事ですからね。はい。もしこの調子サクサク進んでいきましょう。あ、で、ピカチュウってことは地面の一環を切る必要があるな。ポップは必要ですね。ポップは必要。電気タイプなんで、まあ、謎の草が一応地面半減で受けられるとは言っても、一応一環は切っておきたいところですね。はい。ほい。は？避けるとこあんのこれ。ほい。構える。ほい。グレート。なるほど。こういうとこでなんか捕まえづらさみたいのがあるのかな。これ完全にポケットモンスター GO じゃないか。はい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 。なるほど。レベルアップ、やったぜ。まあ順調に僕のパーティーが完成しつつありますね。ポップは最後まで連れてきてえな。コラッタとか途中で抜くだろうけど、ピジョットは僕まあまあ好きなポケモンですからね。お、トレーナーがいるじゃん。勝負しようぜ。小遣いよこせよ。なるほど。ポンと飛べるってことね。これ、飛ぶときピカチュウがモールに戻るんだ。ちょっと可愛いですね。お、いらねえぞ、もうポッポは。ポッポはもういらん。はい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 、さようなら。はい、さようなら。それは謎の草っぽいですね。これ草むらは別に出てこないんだろうな。あいつにエンカウントしない、シンボルエンカウントっていうんですか、あれがなければ、よければつまり大丈夫ということですね。ちょっとこれだったら結構動きが俊敏ですね。なんかピカチュウがピクってなった。何何何、どうしたピカチュウ、なんかあったか。あ、なんか何か、なんか何かを見つけた。ズリの実。ズリの実って何ですかね。まあいいや。こういうことしてくれるな、ピカチュウは。よう、いいポケモン連れてるじゃん。僕も君のポケモン連れてくるから、後で勝負しようよ。あ、まだ勝負できないってことが、もしかして。なんかイベントを起こす必要があるらしいですね。へえ。
これなんかさ、昔はさ、こっちの方行くとさ、左の方行くと、ストーリーを進めてなくてもグリーンと戦えるみたいなのがあったけど、ここだっけ、どこか忘れちゃったけど、なんかこの左の方行くとありましたけど、今作もあるんですかね。いや、わしからアドバイス、じゃあフレンドリーショップでたくさんモンスターボールを買うというと。なるほど、ありがとうございますだ。これはコントローラーがマジで使いづらいな。あ、そういうことがあるんですね。やっぱポケットモンスター、いや違う違う、モンスターボール、モンスターボールのさ、なんだろう、充電音がポケ、ポケモンセンターの回復音で一緒で、ちょっと感動しましたね。今聞けなかったけど、しかしなんかモンスターボールから入ったり出たり、お、なんか見つけたのか。これちょっと鬱陶しいな。もしおとなしくしてくれ。なんだ、お前そんなことで呼んだのか。虫ポケモン2種類いるって知らない？芋虫ポケモンか。いや知ってますね。それならいいんだ、常識だぞ。これがフレンドリーショップかな。マスタータウンから来たんだね。はい、奥田和を知ってるね。お届け物、まあ、空を飛ぶをゲットしたら私に行きますかね。いいえ、あ、はい、押しちゃった今。あら。あ、こういう風に自動でやってくれるんだな。これははい押した方が賢い説がありましたね。え、コントローラーが、僕が不器用なのもあるかもしれないけど、すげえ使いづらい。ん？ん？なんだよ。めっちゃ懐いてるじゃん、このたった10分ぐらいで。ほう、ピカチュアすっかりグラの相棒気分じゃ。お前ポケモントレーナーの才能があるな。え、わしに渡すものが、お届け物を渡した、どうもありがとうよ。俺の EV 技を、うわ、グラ何それ、すげえ、ピカチュウ乗っかってるじゃん。グリか、グッドタイミング、いいものが届いたんじゃ、2人にやろう。ズリの、そこさっき拾ったんだけど。お前これ拾ったぞ、さっきその辺に、その辺に落ちてるものがそんな惜しかったのか。それはポケモンが食べるもんじゃ。ほう。ボールを構える前にズリの実をポイッと投げればポケモンが喜んでグッと捕まえやすくなる。え、これバトルで弱らせるとかそういうのはないんですかね。あれか、トレーナー戦以外は全部普通の、なんだろう、サファリパークみたいな感じなんかな。わかんねえ、これ僕前情報を見なすぎてさ、その辺がわかんないんだけど。いくらポケモンは捕まえるだけじゃない、トレーナー同士で戦わせることができるんだぞ。どんな感じか俺が教えてやるよ。いざ勝負、体勢よろしくお願いいたします。この BGM マジで好き、初代のやつと似てますね。多分アレンジみたいな感じなんだろうけど。 EV を繰り出した、まあ、こっちすでに4匹ぐらいいるからな。いけ、クラッチュ。俺もこのバトル画面はなかなかいいな。戦う、また何覚えてるんだ。あー、電気ショックでいいな。もんな、いいフォトがありますね。 Y ボタンがないんだけど、僕のこれ、このさ、モンスターボールのやつ、 Y ボタンどうやってやんのこれ。まあいいや、電気ショック、はい、まあまあのダメージですね。体当たり、ピカチュウ低耐久でもワンパクだからな、うちのピカチュウは耐久力があるぞ。電気ショック、ほら食らっとけ、負け負け負け。すげえ原始的な争いだな。でも明らかに僕の方が勝ってますね。 S で勝ってるし、かつ火力でも勝ってるっていう負ける要素がね。泣き声、おっと、その技はゴミだぞ。え、これ防御が下がるんだっけ。攻撃か、電気ショックは特攻ですからね。まあ相手も初心者だからな。ポケモンバトル教えてやるか、タイヤリ。ポケモンがさ、どんどん可愛くなってきてた、世代用ごとに可愛くなるごとに、あれですよね、死ぬ時のモーションがかわいそうになっていくような。タイヤリ、あれ俺負けちゃったの。せやで、120円、友達からも容赦なく金を奪っていく、このスタイル。ああ、偉そうに言っといて、俺恥ずかしいじゃん。そうだな、
ちゃんと育ててから戦えばよかったな。これからも時々勝負しようぜ。はい、あ、終わりなんだ。これポケモンがさ疲れてるんですかね。あ、満タンになってる。やっぱこういうイベントバトルは満タンになる説があるな。ちょっとまだ風が治りきってなくて咳とかをしちゃうと思うんですけど、許しておくんなまし。あ、グリーンの家行ってなかったな。グリーンじゃねえ、グリ。前はここからね、この姉ちゃんからタウンマップもらったんだけど、今回は最初からもらったからな。グリの家しょぼくねえか。どこで寝てんのこれ。この岩で寝てるんですかね。しかもグリの家スイッチもないじゃん。テレビはでかいけど、かわいそうな家だな、ちょっと。まあ進めますかね。なんか、ね、女の子がいる。さっきもいたっけこいつ。グラ君、ピカチュウ乗せちゃってもう相棒って感じね。そんなあなたたちにぴったりプレゼント受け取って、スポーツウェアをもらった。何それ、お姉さんのスポーツウェアですかね。ご褒美だなこれ。ピカチュウに着せてみては。ピカチュウに着せるやつか。あら、ピカチュウと触れ合って遊べる。へえ、何これ。手を動かすと撫でることができる。ティアンの触れ合い、ピカチュウに重ねて手を動かすと撫でることができるよ。難しいんだけど、ちょっと待って、難しいこれ。なるほどね。なんてことモンスターボールがさ動かしづらすぎてさ、これハイタッチできるやつね。ハイタッチ、前のなんかポケパルではポケハイタッチがあったけどないのかな。どこが嫌なんだ。なんか嫌なとこがあるっぽいな。この辺か。嫌なとこが分かんねえ。この辺かわいそうに。あれハイタッチできないかな。ハイタッチ多分できるんだろうけど、僕の動かし方が下手すぎて、このモンボのコントローラーがマジで使いづれ。まあいいや、もう終わり終わり。あ、なんか今手振ってましたね。でももう終わりやで、ピカチュウ。はい、時々かまってあげないとね。結局スポーツ部はどこに行ったんだ。バッグ、ここにスポーツ部屋が入ってるんですかね。どれだ。あ、お着替えトランク、これっぽいな。あ、帽子もあんの。スポーツキャップ、可愛くな。洋服、スポーツウェア、可愛くな。やだ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 。あ、間違えて着せちゃった。ちょっと待って、脱がせます。可愛くない。あ、はい、まあこういう動物系は基本裸が一番ですからね。これどれぐらいやったらいいんだろうな。一動画全然進んでないし、もう10分ぐらいやってんのに。10分どころじゃねえ、もう14分ぐらいやってるけど全然進んでねえ、ストーリーが。以前とさほど変わりませんからね。まあ一動画大体15分ぐらいを目安に。ただ多分あんまりカットとかしないんで、めちゃめちゃグダグダすると思うけど、もうそういうものと思って我慢してください。お、タイヨロ、この BGM でもマジでいいな。ウルトラサンムーンもこれ使いて、短パン構造の太一太陽ロコラスか。ほん、これボール投げられんのかな。バック手持ち、道具って何、道具って。バックなんもないじゃん。じゃあ電気ショックで、はい、強っ。強っ。てか相手の子だったらレベル3とかザコじゃん。捕まえたばっかりですね。努力値も売ってないなこれは。で直してこい。電気ショックで勝ちと、ほいっと。なんか種族値上がったんでしょ、ピカチュウとかイーブイ。ピカチュウの S 種族値が120ぐらいやってマジで速くなってましたね。タイヤリ強いな君。
モンスターボールも奪って結構ひどいシステムじゃないこれ。まあいいけど、またグリがいるじゃん。よこれ何勝ったの、すごいじゃん。戦ったポケモンは体力とか技のポイントが減ってるから。おお、めっちゃ親切こいつ。ライバルじゃなくて友達って感じだな。もうな、でもこれは結構前からそうでしたかね。ポケモンのルビーサファイアぐらいから多分ライバル、やっぱライバルだよな、友達じゃねえぞ。でまあポケモンセンターに行って回復させて、フレンドリーショップで買い物して、今日は終わりにしますかね。何も進まんかったけど、はい。ピカチュウのハートマークがついてるのは、あれは相棒マークみたいな感じなのかな。それがズリの実なのかな、もしかして。あれがわかんねえ。あのハートマーク最初からあった気がする。手持ちポケモンハートマークがついてる。あ、これ名前これ変えれんの、え、すげえ。謎の草って毒タイプ入ってんのか。さっき地面半減とか言ったけどさ、こいつ毒タイプ入ってたんだ。へえ、ね、これボールから出した場合ピカチュウはどうなるんですか。あ、ピカチュウはついてくるんだ。へえ、でも夏の草に別に愛着ないしな。こいつは外しておきますか。なるほどね、なかなか面白いゲームですね。竹石戦までにポケモンガンガン鍛えておきてえな。ピカチュウ早く草結びをさせたいんだけど、フレンドリーショップに売ってますかね、草結びの技マシン。なんか店員のお兄ちゃんがめっちゃ間違えたって難しいぞこれ操作が。傷薬買っとくか、いくつか。いや、そんないらん、そんないらん、高えぞ傷薬なんか。ここぐらいにしとこう。あ、4個なっちゃった、まあいいや。はい、モンスターボールは僕何個持ってるんですか。持ってる方49、いらねえ。じゃあいらない、そんな持ってんならいい。まあじゃあ今日はこの辺で終わりますかね。お疲れ様でした。